です。どうも、こんにちは、カトパンです。本日はですね、こちらの Bloody Room というホラーゲーム、やっていきます。久しぶりのプレミア公開ですね。皆さん、お元気でしょうか？今週はですね、ホラーゲーム配信ができないということで、今回動画を撮ってプレミア公開をしております。ということで、早速やっていきましょう。Bloody Room。雨降ってんね。あれ、これ始まってんのか？え？あ、なんか、音は移動するな。あ、これ始まってる？あ、始まってためっちゃ待ってたわ、今。こう、うわ、結構リアルやな。これちなみにフリーなんですけど、ホラーゲーム。いい、インタラクト。うわ、なんか怖っ！ PT っぽいな、ちょっと。いい。あ、懐中電灯か。懐中電灯手に入れました。久しぶりにさ、コメントなしでやるけん、めっちゃ怖いわ。一人でやるの怖いんだよな、ホラーゲームって。この気持ち分かる人には分かるよ。この、ホラーゲームを一人でやるという感覚。まあ、超嫌だから。ああい、めっちゃドンドンされた。音もリアルやな。うわ、このゲーム、えぐ。超怖いんだけど。なんか写真あるけど、顔は潰されてんね。E とインタラクトって出ないところは基本的に触れないかな、多分。あんな感じで。ああ、これか、あれだな、完全に PT、あのサイレントヒルのデモ版みたいなやつ、伝説のホラーゲームなんですが、あれっぽいな、完全に。ああ、びっくりした。と思ったけど、ループしてないからそんなことなかったわ。完全に覆しました、今。Forgive me, Maria, forgive me, Rose.マリア、ローズ、許してくれって言ってる。許してくれ。あ、ちなみにこのゲームどんなストーリーなのか全く知らずにやってるので、なぜ主人公がここにいるかとかはもう聞かないでください。すっごいな。みんなイヤホンして？ぜひ。マジ音すごいから。あの、左右からね、ちゃんとしっかり聞こえる。おー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 おおお。あ、鍵あった。Bathroom key collect, bathroom key. トイレの鍵。トイレなんかあったっけ？これ走れる？走れないね。このスピードでゆっくり行く。いつも言ってることなんですが、ホラーゲームの定義として、走れないゲームは終われないんですね。ありがてえ。終われる系怖いから嫌なんだよ。終われる系はね、あの、スキルが試されちゃうのと、一番最初に出てきた時びっくりして、逃げるどころじゃなくなっちゃうから、ありがたい。トイレの鍵。あ、ほんでこのゲーム気づいたけど、すげえ優しいわ。この E というインタラクトが出るところに、次々進んでいけばいいんだ。ここの扉が開いたのね。なるほどね。これは血？血なのか、すなのかがわかんないね。あー、インタラクト別に出ない。お、なになになに？なになになに？何の音これ？うわうわうわ。なに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 ？何の音今の。なんかすげえバグっぽかったけど。あ、ハエの音がバグってただけ？すごいやばい音したけど今。これ別に開かないな、でも。特にやることないのか。え、開けただけこれ。開けただけとかそんなことある？ああ！お、シンプルな死ね。うわー、いるってなんか。泣いてるよ。あびっくりした。クソビビった。ああ、動かせる。普通に動かせる。あら、完全に赤くなっちゃったね。うわ、マジびっくりした。やば、すごい、すごいびっくりした。あの、語彙力がなくなるぐらいはびっくりしました。なんだ Forgive me、 なんか許してくれってばっかり言ってるね。主人公の頭の中なのかよくわかんないな。なんか暗いな、こっち。こっちで合ってんのか。あ、懐中電灯つけた。あー。途中ちょっとバグっちゃうな。うわー、光が心もとないな。開かないな、でも。開かない。こっちじゃないってこと。あ、でも開けられそうな扉ないな。うわー、なんか、すご、あー、こっち行けるのか。シンプルな死ねからの。
あの人は何者やったんやろ。てかさっき言った襲ってきた女の人、こっち開いたままか。 Forgive me、 許してくれ。すごい許されたがってるな。許してあげようか。神父さんになりきってあなたを許しましょうとかって言ってあげようか。こっちかな。またあの地下っぽいところに行く感じ。わ、光の照明の仕方がめっちゃ怖えな。やば。開くのか。ああ、あ、開いた。なんか一瞬でワープしたけど。こう合ってんのか。この奥でいいのかな。うわー、やばいなー。すっげえ。怖っ。あれてかさ、この電気ってつかないよね。つかなさそうやな。え、なんかさ、この世界に来てからインタラクトボタンが出なくなったんだけど、いい。いいでインタラクトしてねボタンが出なくなったんだけど。ここからはヒントないから自分でいいを押して試してね、みたいな感じ。もしかして。どこ行けばいいんだろう、これ。いや、結構暗いな、ほんで。あ、このメモが変わったとかかな、もしかしたら。メモ変わってる？変わってないね。え、なんだ？何も変わってないぞ。あんまり。何をするのが正解なんだ？この走れないのも怖いな。逆に。走れて欲しかったかも。わがままやな。人間ってわがままだね。ハエがうるさいだけか。片っ端からいい押してみる。あ、なに、閉じ込められた。誰か泣いてる、ここで。めっちゃ怖い、やべえ。なに、なんで泣いてるの。あやばすぎ。マウス投げたわ。お、何笑ってんねん。あ、ちょっと待って、いきなりまた来たりしない？怖いんだけど。In October 27th, 2004, an American woman, Maria, was murdered by her husband, Alvaro, because she wanted to leave him for a reason. Her husband was physically abusing her. His frequent abuse of her ended her life, leaving the woman with so many injuries and malnourishments.The husband locked her in the bathroom for... Wow. The daughter intended to call her for help, and while she was calling for help, her father was already in the house so she can run to the exit door. Unfortunately, her father caught her. The father decided to drown his daughter in a bathtub, then she died immediately. After killing his wife and daughter, he hanged himself in his bedroom.なるほど。うわぁ、タイトル画面変わった。はい、ということで、さっきの話を要約すると、夫が、妻を、身体的に虐待してた、なんていうのかな、そういうのって、DV か、DV していて、で、その、奥さんが去ろうとしたら、その、旦那さんは、あの、トイレっていうのかな、トイレシャワー室、トイレ兼シャワー室のところに幽閉して彼女を。で、娘さんが外に助けを呼ぼうとしたけど、夫に捕まって、で、その旦那さんが娘さんを、洗面器のところで溺れ、溺死させて、で、結局その最終的に妻も娘も殺した夫は、自殺して、しまったというお話でした。最後に出てきたのが、いやー、なるほど。で、多分だけど俺が操作してた主人公は夫の方で、罪の意識にとらわれてあんな感じで徘徊してたんじゃないかなっていうお話ですかね。結構悲しいというか、夫が完全に悪いし、なんとも言えないな。なんか本当に妻と娘さんが残念
ってならないっていう感じでしたね。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。てかこれ本当の話じゃないよね。めっちゃ怖いしすごい悲しい気持ちになるんやけど、本当だとしたら本当じゃないといいなと思います。はいはい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。めちゃめちゃ怖かったね。正直こんなにクオリティ高いと思ってなくて、普通にグラフィックとか音とかももちろんそうだし、あとやっぱりバーンってくる感じがすごい怖かった。あとね、シンプルに短いっていうところが結構評価高いかなと個人的には思いました。はい、皆さんはいかがだったでしょうか。いやー、久しぶりにマウス投げたかもしれないあ、そんなことないかな、忘れたけどはい、ということでした。はい、ということで、プレミア公開久しぶりでしたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、事情があって今週はホラーゲームできませんが、まあ、たまにね、できない日はこうやって動画を撮っといてみんなに見てもらうっていうのがいいかなと思ったので、まあまあこれはこれで新しい形としていいかなと思っています。はい、ということで皆さん、どっか行く前にグッドボタンだけ押してあげてください。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次の配信で、次の動画でどっちかわかんないけど、お会いしましょう。バイバイ。俺やな、無敵だ